ネスモスボックス3000。福袋っていうか福箱。福箱ですね、うん。これね、中身少ないんですよ。そうなんですよね。けれど、はい、それ相応の、ちゃんとしたアイテムが入ってる。はい。私もね、実はプライベートで購入したんですけど、うん、で、動画にはしてないんですけど、うん、数は少ないながらに非常にいいものが入ってたんで、そうなんですよ。かなり期待できる福袋なんですよね。早速じゃあ、はい。開封してみたいと思います。はい。あちゃっちゃっち MC です。本日はですね、ゲストの方をお招きしております。こんにちは、こんばんは。ロフチャンネルのロフです。わはい、ということでね、まさかこんな形でね、MCU さんとね、コラボができると。いやいやいや、僕もね、ロフチャンネルを、もう一視聴者、福袋動画などをね。いや、ありがたい。本当にありがたいです。しかも、はい、ロフさんのせーのっていう、はい、優しい声が好きで。ああ、もう本当に。あと本当、ロフチャンネルのいいところは、はい、福袋を開けて、何が出ても、はい、絶対ディスることをしないっていう。はい、見ててあれ気持ちいいじゃないですか。はい。そうですね。まあ、私の、まあ、チャンネルのコンセプトをちょっと話させていただくと、うん、まあ、私、まあ、勝手にね、福袋をお店から購入してきて、うん、勝手に開封して、勝手に公開してるわけでございます。まあ、もちろんね、うん、よく買うお店に関しては、ちょっと動画にさせていただいてますということは報告してますけど、うん、まあ、基本的には勝手に開けてますので、はい、勝手に開けてるのに、ディスるなんてとんでもないと。確かにそうなんですけどね。はい。まあ、と、あとですね、まあ、やっぱり私、ファミコン世代、ゲーム世代でございますので、うん、ゲームには何の罪もないんでね、うん、悪く言う必要がないというところでね、うん、そういった形で福袋開封やってますので、皆さんよ、ぜひね、ご覧になっていただければと思います。まあ、ということで、まずはじめにね、MC の110チャンネルに来ていただいたということで、はい、僕からちょっとしたプレゼントをしてみます。マジですか。これよかったら、はい、ああ、受け取ってください。大事に確保します。ありがとうございます。ぜひ使ってやってください。はい、ありがとうございます。で、本日は、はい、何をするかっていうと、はい、やっぱりロフチャンネルとコラボっていうことで、はい、福袋を開けてみたと思うんですよ。ありがたい。で、僕が先日、はい、東京で行われたイベント、レトロゲームで遊び場 in 東京。まあ、ゲームインパクトさんというところがですね、主催しているイベントなんですけれども、はい、そこで福袋とか売ってるんですよ。そうですね、ジャンク袋とか、うん、いろんなものが売ってましたよね。はい。で、購入したのがこちら、ドン。ネスモスボックス3000。福袋っていうか、福箱。福箱ですね、うん。これね、中身少ないんですよ。そうなんですよね。けれど、はい、ちゃんとしたアイテムが入ってる。はい。なかなかいい箱なんですよね。そうなんです。私もね、実はプライベートで購入したんですけど、うん、で、動画にはしてないんですけど、うん、数は少ないながらに非常にいいものが入ってたんで、そうなんですよ。かなり期待できる福袋なんですよね。早速じゃあ、開封してみたいと思います。はい。ぐちゃぐちゃの紙が入ってますよ。そうですね。使用済みですね。で、またこの中開けると、これ黒い袋が入ってます。はい。これがね、またドキドキ感をね、高めるんですよ。見えない。はい。あ、だけど触った感じ、こう、あー。ゲームボーイ2本と、ファミコン2本。はい、どうだろう、じゃあ見ずに、はい、まず開けていきたいと思います。はい、まずこのゲームボーイからかな。はい、じゃあ私の声で、せーので出していただきますと。お願いします。はい、ですよ。じゃあお願いします。じゃあ行きましょう、はい、1本目。せーの。ジョン。これなんだ？マリオのピクロス？うん、違うな。違う。ゲームボーイギャラリー。ああ、ゲームボーイギャラリーだ。これはね、なかなかね、うん、いろんなゲームが入ってて、ね。そうですね。当時の、はい、ゲームウォッチのゲームをゲームボーイに収録した。はい。4作品ぐらい入ってるのかな？そうですね。はい。うん、これなかなかいい。作品はいいですね。そうですね。3000円の福袋の、うん、4分の1がこれでございます。うん、なかなか最作品ですね、はい。まあだけど持ってますね。何本あったって大丈夫ですよ。何本あってもいいんですよ。いいですよ。ゲームってね、何本あっても思い出ですから。うんそうですね。全然構わないです。じゃあ早速2本目いってみたいと思います。何だろう。はい。それではゲームボーイですよ。ゲームボーイですね、はい。お願いします。はい。それでは2本目。せーの。ドン。ああ、ミッキーマウス。あ、これはいいかな。5はね、いいですね、結構数がなくて高いんですよ。そうですね。なかなか見ないですね。そうですね。これ当たりだな。1、2、3、4ぐらいまでは結構ね、うん、世に出回ってて、ジャンク箱とかにあるんですけど、5はね、なかなかないので。いいですね。これ当たりですね。これが一番当たりのような気がするな。まあ、3000。けどこれは未プレイ、すごく。あ、本当ですか、うん、しかも持ってないです。もちろんですね。まあ、大体1から5まで、あんまりゲーム内容変わんないですけど。うん。面白いですよね。面白いですね。うん、はい。これ良かったんじゃないですか。はい。2本目は最先いいですね。はい。はい。じゃあ次、ファミコンです。はい。あ、ファミコンも我々世代じゃないですか。はい。はい。じゃあ3本目行きましょう。はい、せーの。ドン。
ボーリング。チャンピオンシップボーリングか。はい。おー、来たな。やっぱり、このミッキーマウス5が当たりなような気がしてきたな。はい。はい、まあ、こちらもまあ、いいソフトなんですけどね。うん、はい。まあ、いいでしょうね、全然、はい。そうですね。ラストか。はい。じゃあ、ラスト1本いきましょう。はい、せーの。ドン。ローラーボール。ボールつながりだ。そうですね。ゲームインパクトやりがちなんですよ。やりつながりとか。そうですね、うん。で、かなりね、ヒットすると、その人にヒットするとめちゃめちゃいい福袋なんですけど、ヒットしないとね、ちょっと微妙な福袋なんですよね。まあ、ローラーボールもジャンクとかにはなかなか見ない。そうですね。うん。まあ、これはね、良質なピンボールっていう感じでございますんでね。うん、けどやっぱ、アクションゲームとかそういうのが入ってきた方が上がりません？そうですね。多分このボールつながりを引いちゃった俺があれなんですよ。そうですね。ちょっと重いの狙っちゃったんですよ、今回。重さで。うん、ああ、なるほど。軽い方が良かったかな。そうですね。福袋はね、大きさとか重さで選ぶと、大体ね、損しますので、うん。まあ、損するっていうか、なかなかいいものがね、出なかったりします、うん。まあ、でもいいですよ、全然。はい。かなりいい、ね。めちゃめちゃ。これで3000円だったらいい感じですか？安いですね。はい、うん。ゲームボーイギャラリー。はい。ミッキーマウス5。はい。そして、チャンピオンシップボーリング。はい。で、ローラーボール。はい。この4本で3000円。3000円。こちらですね。うん、ネスモス3000ということで。納得できました。うん、そうですね、はい。かなりいい福袋になったと思いますね。うん、よかったです。はい。スポーツじゃなかっただけに。そうですね。ファミスタ4本っていうのね。うん、まあ、そういうのいや、ありますからね。ありますね。そういうところ。はい。ということで、はい、まあちょっとこれだけではね、ちょっと多分、うん、見てる、まあ、MCU ファンの方がね、うん、納得しないと思うんで。うん、あ、そうですか。ちょっとね、はい、私がね、福袋をね、今回ね、ちょっと準備してきました。はい、で、私オリジナルというわけではなくて、実は私がね、一番今まで私福袋を200から300ぐらい開けてるんですよ、今まで。そうなんです。開けすぎじゃないですか。開けすぎです。その中で、一番信頼のおける福袋屋さんがありまして、そちらのね、福袋を今日持ってきましたので、ぜひね、ユウさんにプレゼントをさせていただいて。プレゼントしてくれですか？そうですね、もちろんです。で、一緒にね、開封させていただければと思いますんでね。嬉しい。はい、ちょっとご用意します。はい。はい、ではですね、こちらをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、行きましょう。はい。せーの。はい、こちら。これはね、この外側は私のね、オリジナルで、まあ、福袋のね、はいはい、赤い福袋に詰めてきましたので、そうそう、私が一番信頼のおける福袋ショップのですね、はい、ワイワイステーションさん。ああ、ワイワイステーション。はい。こちらファミコンの福袋をメインに販売してるんですけど、そうそう、非常にね、カートリッジを綺麗にして福袋にしてくれてると。ああ、そこ大事ですね。そうなんですよ。ので、うん、福袋からね、出てきたソフトが、どんなソフトでも、綺麗なソフトがゲットできるということで、満足感が非常に高いね、お店なんで、こちらをね、今回、ユウさんにね、プレゼントさせていただいて、一緒に開けていきたいと思ってますんで。はい、ありがとうございます。はい、では、どうぞ。いただいちゃいました。はい。じゃあ、そうですね、これはファミコンですよね。そうですね。ファミコン10本セットの福袋がございますので、こちらを思い出を語りながらね、一緒にいろいろと開けられればと思っております。ファミコン世代ですからね、我々。そうなんですよね。うん、ファミコンの思い出ならね、もういくらでも引き出しありますんで。そうですね。まあ、くだらない思い出とか、なかなかね、食べれない思い出なんかもありますけども。ありますよ。じゃあ、早速、水に。はい。また、ロフさんのコールで。はい。1本目はですね。はい。行きましょう。1本目。せーの。ドン。ドラゴンスレイヤー。ほう。そうですね、うん。これは名作中の名作ですね。そうですね、うん。これはね、私も子供の頃にやったんですけど、うん、実は子供の頃は全くルールがわからなくて、ね。あ、確かに。俺もそんな思い出ありますね。はい、で、ペットのカービィみたいなピンクの子がいるんですけど、あれが無敵キャラなんで、あれでただ探索をするっていうね、そんなプレイをしてましたね。うん、しかもこれ曲良かったような気がするな。そうなんですよ。めちゃめちゃいい。最初の家の曲とか結構俺好きな気がする。結構面白いですよ。ドラゴンスレイヤーといえば、まあ、ファルコムのイメージありますけども、ね、はい、やっぱナムコから出ているドラゴンスレイヤー。そうですね。もうこれはもう名作でございますんでね。で、ロフさんが言った通り、はい、本当に綺麗にして、そうなんですよ。かなりね、綺麗に磨いてるんですよね。はい、素晴らしい、綺麗。はい、もう1本目は、ドラゴンスレイヤー4でした。はい。これ、幸先良さそう。幸先良さそうですね。大体こういうのって、はい、スポーツから出そうな気がするんですよ。まあそうですね。うん、最初に落としといて、後で上げるタイプですよね。いいところがありますんで。はい、それでは2本目いきましょう。はい、せーの。ドン。どうも、チャレンジャー。はい、いいですね。これもね、子供の頃はね、2面が難しすぎて。2面難しい。
二面というかのフィールドに出た途端ね。そうですね。電車のとこは、電車のとこも意外とね、はい、難しいというか、はい、ボタンの配置がおかしいんですよね。そう、そうなんですよ。B ボタンがジャンプ、ね。そう、あれちょっとね、数マリとかに慣れてる我々にすると、はい、急だった気がするんですよね。そうですね。あの、連結部分で何回ナイフを投げると落ちたか。そう。間違えちゃってね。そうですね。うん。で、このチャレンジャーも曲いいんですよ。国本さんが作ってる。ああ、そうですね。で、僕が好きなのはフィールド面に入ったのボーナスステージ。噴水から噴水に渡るところの、はい、ちょっと落ち着いた、あの曲。はい、あれめちゃめちゃ国本さんの曲で一番好きな曲ですね。はい、素晴らしいですね、うん。もう私子供の頃はね、何のそういうの関係なしにね、やってましたから、うん、そういったね、ゲーム知識をね、いただけるのは非常に嬉しいですね。お互い様ですこれまた綺麗ですよ。はい。素晴らしいソフトです。それでは、3本目いきましょう。はい、3本目。せーの。ドン。おー、じゃ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 大冒険。はい。じゃれこさん。じゃれこさんですね。これはいいですよ。ユウさんの大好きなジャレコ。ジャレコ大好きですよ、はい、本当に。スイッチの方の、はい、ジャジャマルくんの方でも主題歌とかやらせてもらっているんで。ジャ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 マル、あの日の新たな君のストーリー、また始まる冒険か、君こそが挑戦者、レッツプレイ。そうなんですよ、ね、そう、うん、あの、ユウさんの、うん、その、アーティスト、あの、ミュージシャンとしての、はい、あの、功績がすごくて、最近あれですよね、うん、マッピーのスロットの主題歌もね、そうなんですよ。うん、いや、あれもね、すごいっすね。だから、スロットね、やってる方はね、はい、ぜひ、マッピーに挑戦してね、俺の曲聴いてほしいなと思いますよ。そうですね、今、めちゃめちゃね、うん、ツイッターとかでも話題になってますから、これ、MCU じゃねみたいな。うん、ああ、MCU だよって話ですよ、はい。で、本当にこれも綺麗にしてくれてる。そうですね、これ、ぜひね、後ろのこのね、棚に一緒に入れていただければと思いますんで、はい、ね、どんどん行きましょう。はい、4本目。はい、せーの。あー、スーパーリアルベースボール。はい。ここに来て野球。そうですね。どんなこれやってこなかったですね。そうですね。クロマティって今言いましたよね。そうですね。クロマティさんがあの CM していた。あ、そうなんですね。はい、覚えてないですね。はい。しかもここに、見るかな、ビッグエッグって書いてある。あ、ビッグエッグって我ら世代でしか分かんない。分かんないですね。東京ドームのことです。ことですね。東京ドームのことを昔ビッグエッグって呼んでました。呼んでましたね。なんだその、あれ空から見ないと分かんないですよね。そうですね。近くに行くとなんだか、エッグなんだかなんだか分かんないですから。ですけど、はい。ちなみにね、はい、あの、ちょっとお伝えし忘れました。あの、うん、プレゼントしたんでね、あんまり値段のこと言うとなんかちょっとね、変になるんで、うん、あれですけど、今回この福袋は2750円の福袋でございますんで、昨日ね、ネスモスさんの3000円の福袋と、まあ、同じ。同じぐらいの価格帯でございますんでね。うん、今のとこいいっすよ。はい。はい、じゃあ5本目行きましょう。はい、5本目。せーの。ドン。ああ、セイントセイヤ黄金伝説の方。はい。なるほど。これもいいじゃないですか。こちらもめちゃめちゃいいですね。あの、これも当時全然ルールがわかんなくて。いや、これ俺もわかんなかった記憶あります。とにかくメーターをゲージをいっぱいに使って、うん、水星拳とか流星拳を打つだけのゲームだと思ってましたので。いや、そうじゃないんですよ。いやいや、どうも違うみたいですね。うん、しっかりと戦略を練ってやるタイプのゲームだ、うん。ファミコンのセイントセイヤ、はい、まず、1っていうのかな。そうですね。これが1に当たって。これ2じゃないですか。これが2でしたっけ。これが2ですね。はい。完結編、あれこれ完結編でしたっけ、こっちのが後に出たような気がしますね。最初なんかこうバンダイの、あ、そうですね、ギザギザの、はい、あれあっち続編違う、ね、あっち続編じゃないですかね。あ、そうでしたっけ。確か完結編っていう方が続編だった記憶が。なるほど、まあどっちでもいいか。そうですね。まあだけどさ、あの、はい、我々の世代としても、はい、セイントスエアっていう名前がついたゲームが出たら、はい、買っちゃうことは絶対買いましたからね。はい、もう8000円だろうが9000円だろうが買いました、ね、買いました、お小遣い貯めて、はい、素晴らしい。これで5本、あとじゃ あ折り返し、折り返し地点ですね。じゃあ行きましょう、サクサク。それでは5本目、せーの、ドン。あ、テトリスですね。もうこれちょっとね、私あんまり悪くゲームのこと言わないんですけど、うん、これだけはね、ちょっとね、言わせていただきたいな。何を言うかちょっと分かりそうな気がします。はい、何でしょう。これはね、操作性が悪い。そう。はい。チャレンジャーと一緒。そうですね。なぜボタンを押すと落ちるっていうね。そうですね。なぜゲームボーイと一緒にしなかったのかと。ゲームボーイ、アーケードと一緒にしなかったのか。そうですね。それに慣れちゃってると、やっぱスティックを下にやると、はい、どんどんこう。そうですね。下に落ちていくっていうね。A ボタン一発で落ちちゃう。そうなんですよ。狙いも定められないんで。それがね、ちょっとね、残念な。まあ、パズルゲームとしては非常にいいパズルゲームなんですけど、操作性が足を引っ張ってしまった。そうですね。まあでも、
全然ありです。はい、それでは7本目、うん、せーの、ドン。スーパーマリオブラザーズですね。もうこれは思い出尽きないんじゃないですか。だけど僕は、はい、小学校の頃、はい、スーパーカセットビジョン、はいはいはい、プレイヤーだったんですね。ファミコンではなく。だから友達ん家でしかできなかった。ファミコン世代としたらもうこれ絶対外せないソフトですからね。これも外せないですね。もう私もこれをね、ネタに女の子に遊び行きましたから。これをネタに？ネタに。そうなんですね。スーパーマリオやらせてくれって言って、うん、わざわざ女の子に遊びに行って。まあスーパーマリオなんかはね、本当はやりたくない。あ、そうなんですね。女の子と遊びたかった。遊びたかった。はい。そんな思い出のゲームでございます。ありですよ。はい。残すとこはあと3本ですかね。もうですね。はい。はい。では、8本目になりますね。はい、8本目。せーの。ドン。たけしの挑戦状来た。はい。これね、もう最初全然ルールがわかんなくて、まあ今でもルールわかんないです、うん。攻略本見ないと、はい。無理なんじゃないでしょうか。しかもあれですもんね、攻略本が難解すぎて、攻略本の攻略本が出たソフトですからね。ああ、そうですね。はい。子供の頃はもう本当に最初スタートして社長を殴って電源を切るタイプのゲームだと思ってましたから。でね、ゲームオーバーの画像もこう斬新というか。そうですね。たけしさんの葬式なんですよね。そうなんですよ。よくね、あれ、OK が出ましたね。ね、今のご時世だったら絶対出ないですよね。絶対無理無理無理。まあ話題になったソフトですからね。そうですね。素晴らしいソフトでございます。はい。行きましょう。9本目。せーの。ドン。あ、ゾイド。もう、これもね、ゲームもさることながら、うん、やっぱりゾイドでめちゃめちゃ遊びましたから、私世代は。まあ、おもちゃの方の。そうですね、おもちゃの方。はい、これロールプレイングゲームですよね。そうですね。これだけど、やってないかも、それ。あ、本当ですか、うん、ぜひ、ちょっと今やってみて。やりました、これ。いや、やってないです。やってない。おもちゃの方で、じゃあ、お互い遊んだ感じですね。ユウ、はい、さんもゾイド。ゾイド遊んでましたよ、もちろん。あ、本当ですか、うん、ティラノザウルス型のゾイド持ってた気がします。あれはね、お金持ちの子しか買えない、うん。あ、いや、そんな金持ちじゃなかったんですけどね。本当の、貧乏なって言ったら、あれかもしれないですけど、貧乏な子たちは、ゼンマイ式のゾイドさ、うん。あった、遊べないんですよ。600円ぐらいで売ってる。電池で動くやつはね、もう買ってもらえなかったんで。そっか。金持ちだったのかな、そうですね、金持ち。それはないね。はい。じゃあ今回ラストですね、はい、ワイワイおもちゃ箱さんで購入しましたファミコン10本セット2750円の福袋のラストを飾るのはこちら、せーの、ドン。あー、ゲゲゲの鬼太郎2。そうですね。まあいいかな。そうですね、うん、こちらもね、まさか1がアクションゲームだったので、うん、突然RPG に鞍替えしたゲームでございましてね。当時はそういうの多かったですからね。多かったですね。うん、まあ、やっぱりそのドラクエが流行ってですね。うん、でみんな RPG 化しましたんで。うん、これでもね、RPG としてバランス悪いんですよね。悪かったでしたっけ。そうですね。当時やった記憶ありますけど、はい、やってみようかな。そうですね。あえてバランス悪いのに。経験値が1しかもらえなくてですね。うん、雑魚敵。はい。で、それが序盤の敵も1ですし、後半の敵も1なんです。ので、基本的に後半でレベル上げ しなくて、もう序盤でレベル上げしてしまえばいいというゲームになってしまいますので、基本レベル上げゲームいいなぁ。はい。まあでも名作なんで。まあ名作ですよね、はい。ぜひぜひやってみてください。これからですね。はい。で、改めて紹介していいですかね。はい。まずはこれですね。はい、ドラゴンスレイヤー4。はい。これ名作ですね。うん。チャレンジャー。からのジャジャマルの大冒険、はい、スーパーリアルベースボール88、はい、セイントセイヤ、はい、黄金伝説、はい、テトリス、テトリスですね、操作性の悪いで、スーパーマリオブラザーズ、たけしの挑戦状、はい、ゾイドゲゲゲの鬼太郎2、はい、でございました、はい、これはだけど、はい、さっきロフさんもね、はい、開ける前に言ってましたけど、はい、本当に綺麗、そうですね、カートリッジがめちゃめちゃ綺麗なんでね、うん、その気持ちも含めての値段かもしれない、そうですね、うん、はい、まあラインナップとしてはまあ王道と言われれば王道ですけど、うん、今でも十分遊べるソフトなんで、そう、はい、だから我々みたいなコレクターとかではなく、はい、まあ、久しぶりにファミコン遊びたいな、はい、で2750円、はい、でこれ出たら、はい、いや、めちゃめちゃ楽しめんじゃないですか、これ。そうですね、うん、もうこれは素晴らしいね、福袋だと思いますし、うん、あとね、何よりやっぱりファミコン世代がね、うん、一緒に開けると思い出が尽きないですね。尽きないですね、はい、足りないですね、うん、ということでね、はい、ロフさんからいただいた福袋の中身こんな感じでした。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でね、コラボということで、はい、ロフさんのね、チャンネル、はい、ロフチャンネルの方でもね、はい、コラボ動画
はい、福袋動画ですかね。はい、そうですね。福袋動画を出したいと思いますんで、うん、そちらの方もね、はい、見ていただければ嬉しいなと思います。はい、今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。